リゾートにも出店してみたんだけど、どうかな。ジュノンでの失敗を踏まえて、今回はほら、宣伝も完璧。サユく安心したまえ。モンスター討伐はどうした。なに、小言言いに来たの。おばあちゃんみたいなことしないでよね。私だってちゃんと働いてました。モンスターが出現する場所は特定済み。あとは現場監督が倒すだけ。つまり俺か。そう、仕事が進んでいないのはクラウドが出勤しなかったからだよ。責任取ってよね。あんまり厚かましくて、さすがの私もびっくり。でもこのままじゃクラウドの名前にも傷がつくよね。でしょ。というわけで、モンスターを呼び寄せる餌のレシピは社長の私が用意したから、クラウドは材料を集めてクラフトをお願い。はい、餌ができたら遊泳禁止になってる海岸に行ってみて。はあ、仕方がない、付き合ってくれ。お、餌ができたみたいだね。じゃあ、あとはモンスターを呼び寄せて倒すだけ。遊泳禁止になってる海岸があるから行ってみて。お帰りなさい。どうだった、ちゃんと退治できた。ああ素敵。それじゃあ市長から成功報酬をもらわなくちゃ。待て、市長の依頼はまだ終わってない。え、何、どうしたの。お前の始末を依頼されている。冗談？冗談で済むかどうかはお前の返答次第だ。え？ちょっと！なんで？私たちうまくやってきたじゃん！何が気に入らないの？して可愛すぎるから、私が近くにいるとドキドキして何も手につかなくなるとか。それが答えでいいのか。待って、もしかして何でも屋を名乗ったことを怒ってる。それとも仕事を押し付けちゃったこと。それとも取り分少ない。はあ、俺を舐めてるのか。その辺で許してやっておくれよ、何でもや。おばあちゃん、太陽と海を満喫しようと来てみたら何でもやがいるって言うじゃないか。挨拶しようと思ったらこれだ。来たのがクラウドじゃなかったらあんた死んでたよ。え？市長はああ見えて百戦錬磨の性悪だ。あれほど言っただろ、カモにする相手はしっかり選びなって。はいはい、分かってるよ。分かってないよ、全然分かってない。私なりに精一杯やってるの。それはうまくいかない時もあるけど、おばあちゃんはいつもそう、私を子供扱いしてやることなすこと否定しないと気が済まないの。へえ、キリエ、私はあんたのことを思って言ってんのさ。ゆくゆくはスラムエンジェルの後継者にしようと。私はキリエの気持ち分かるよ。大人ってよく子供のためって言うけど、結局自分の思い通りにしたいだけなんだよね。それってすっごくムカつく。私ずっとスラムエンジェルに憧れてた。私はおばあちゃんじゃない。おばあちゃんが求めるスラムエンジェルにはなれないし、ならない。私は私だから。ほんと私の若い頃にそっくりだよ。え？はあ、分かったよ。もう無理強いはしないよ。仕事もなるべく控える。そうだね、これからは対等のパートナーってことでどうだい？
だからさ、キリエ、帰ってきておくれ。じゃあ、帰る。というわけだ。なんでもよ、世話になったね。孫は連れて帰らせてもらうよ。もうスラムから出さないでくれ。ああ、それは約束できないね。さっきはありがとう。別に私がムカついただけだから。負けんなよ。当然ユフィね。ほら行くよ。うん。さてせっかくだから一仕事していこうかね。あ、私いい情報持ってるよ。ここの市長がね。うんうん。それでどうすんの？なんでも屋はいなくなった。カポの市長に報告だ。皆さん、あの小娘を追い出してくれたみたいですね。少々生ぬるい気もしますが、まあよしとしましょう。これは報酬です。受け取ってください。市長、大変です。これを。隠し金庫がやられました。空っぽです。なんだと。急いでお戻りください。不正に溜め込んだ金銀財宝をいただきます。ビーチに舞い降りた美しき怪盗コンビ、スラムエンジェル一世&三世だって。やるじゃん。